スラブの衣装を着た女の子。ニコライ・ラチコフ・スラブ人が多数派を形成する国々東、スラブ人、西スラブ人、南スラブ人、スラブ人は中央、東欧に居住し、インドヨーロッパ語族スラブ語派に属する言語を話す諸民族集団である。一つの民族を指すのではなく、本来は言語学的な分類に過ぎない。東スラブ人、西スラブ人、 南スラブ人に分けられる。言語の共通性は見られ、特に西スラブと東スラブは時により北スラブと分類されることがある。言語の面では、戦死時代の都市地越文化が起うと推測されるが、政治、文化面ではその後のルサチア文化、チェルノレス文化、プシェボルスク文化、ザルビンチ文化、チェルニャコボ文化、デンプチン文化などの発展や、混交の過程を通じて、 地方ごとに諸部族と各地それぞれの文化が形成されたものと推定され、スラブ語圏全体に共通する文化的な要素が希薄であるのは、これが理由と考えられる。スラブ地域の住民のほとんどは、北ヨーロッパと東の国への武器の製造と輸出に従事していました。ドイツとオーストリアでの発掘調査では、スラブ文化に 典型的な装飾が施された剣や鎧の要素が今でも発見されています。ほとんどのスラブ人の遺伝子型はバルトスラブ民族に典型的な Y 染色体ハプログループであるハプログループ R1R によって表される。スラブ人はこの他ハプログループ R1 ビットも西スラブを中心に多く含んでいる。中世初期の民族内移動における 高古文化のプラハペンコフコロチン文化複合は当時のスラブ語圏諸部族の内ウクライナにおける政治集団がポリーシャからヨーロッパ全域に拡張し各地で影響を及ぼした痕跡と考えられる。それ以前は西スラブ語群の元となった系統の諸部族と東スラブ語群の元となった系統の諸部族は政治的にも 文化的にも断絶が続いていた時期が長いことが判明している。旧世紀に入ると、濃厚に適さず人口が希薄なパンノニア盆地の広大な草原に遊牧民のマジャール人が侵入。西スラブ語群の諸部族が北と南に分断され、それぞれ北では西スラブ語群、南では南スラブ語群の諸民族が中世を通じ、形成されていった。スラブ全体に関する。 様々な学問をスラブ学という。その語源となったスラブ語本来のスラブスロボの意味は言語、言葉を意味するものである。近隣のの人々はスラブ人によってネメッツと呼ばれ、ミュート話すことができないという意味です。この意見はマックス・ファスマーなどの多くの言語学者によって共有されている。ボートでスラブ人を燃やす意境の儀式。 多くのスラブの戦士がしばしばドイツ人とビザンチン人に雇われたことが知られている。いくつかのスラブ戦争はアラブ商人の傭兵としての役割を果たした。スラブ人の間では高貴な戦士の死体をボートで燃やす習慣が広まった。後にこの習慣はスカンジナビア人とバルト人によってスラブ人からもたらされた。家族の女性が夫の奴隷とみなされ、 軍事に従事することを許可されなかった近隣のゲルマン人やローマ人の人々とは異なり、スラブ人には男性と女性への分割の概念がなかった。スラブ語の共通性を基盤とするスラブ全体の共通性を強調する態度は反スラブ主義と呼ばれ、国民学派、第一次世界大戦と民族国家、旧東欧の概念などの重要な主体性ともなったが、文化、 宗教面では、スラブ各民族ごとに異なる主体性を持っており、過去何度も繰り返されたポーランドロシア戦争のほか、近年では1990年代のユーゴスラビア紛争や2010年代のウクライナ紛争などのように血を流し合って対立する矛盾した面を持っている。ロシアとフランスの人類学者、ジョゼフ・ルニケールは、スラブ人を北方人種に返した。 スラブ人の最初の祖先の家はバルト海の北にあり、そこからスラブ人は現在のポリーシャの領土に移住したと考えられている。その後ヨーロッパ各地へと移住する過程で6、7世紀頃まで言語としてある程度の一体性を持っていたものが次第に東スラブ人、西スラブ人そして南スラブ人といった緩やかなまとまりから さらに各地のスラブ民族を多数派とする集団へと分化していった歴史を持つ遺伝子型によってスラブ人はかつて単一の言語コミュニティを形成したバルト人とフィノウゴル人に近い移住先では元々の在来の住民と混交する形で言語的にも文化的にも次第に現地住民を同化しつつ在来の住民と相互に影響を与え合う形で 発展していった。特にトルコの支配を受けた南スラブ人については、スラブ人の移住以前からのバルカン半島の土着的な要素に加えて、オリエンタル地域に由来する文化も持ち合わせている。ブルガリアの名前は中世のトゥルク系遊牧民であったブルガール人に由来しており、ブルガール人は彼らが支配するドナウブルガール半国で多数派であったスラブ人と同化して、 ブルガリア人となった。一方、西ヨーロッパにおいても少数ながら、スラブ民族が現在も居住している。特に、ドイツ東部においては、古来よりポーランドとの国境付近には、ドイツ人とポーランド人との根血集団である、シレジア人をはじめ、エルベ川東部にもスラブ系集団が居住し、現代に至るまで、ドイツ人との間で複雑な創国の歴史を持つ。 現在もドイツ東部にはソルブ人が居住している。また、中世以来の古い家系でありながら、スラブ系やスラブ系由来の姓を持っているドイツ人は多数いる。近代以降はカナダに大量のスラブ人が移住している。彼らは英語化し、元の母語であるスラブ語を失っているものの、カナダ最大の民族はアングロサクソンではなく、ウクライナ人やポーランド人を帰還とする。 スラブ人であるとされる。また、シカゴを含むアメリカのイリノイ州の住民は圧倒的にスラブ系が多い。なお、スラブ人の中で最大の民族集団であるロシアの語源についてはいくつか説はあるが、現代のウクライナの首都キエフを中心としたキエフ、対抗国の正式国語をルーシから取られたとも言われている。このルーシをギリシャ語読みするとロシアとなる。本来、 地理的に、キーフ・フルーシが、ルーシの名を引き継ぐべきところであるが、歴史的に、モンゴル支配以降、急速に台頭してきた、新興国家モスクワ公国に、ロシアの主導権を握られ、先を越された感がある。なお、キーフ・フルーシは、その後ロシア帝国の一構成集団として取り込まれて、行った後、ウクライナとして現代ロシアとは別の国家として、存続している。そのため、 ウクライナ人の中には、これらの歴史的経緯から、ウクライナ人とロシア人は、同じスラブ民族であり、近隣同士の間柄として、共に歩んできたものの、ロシア人とウクライナ人とは一線を画している、とする論調が存在し、それが、両民族の間に、様々な圧力をもたらしていることも、また事実である。なお、ウクライナ人自身も長い歴史の中で、ゴート人、ノルマン人、 スキタイ人そして東、スラブ人との根血によって形成された民族集団である。ロシアについては歴史的に民族の行き交う十字路に位置しており、古代にはスキタイ人やサルマティア人、フン人そしてハザール人をはじめとする遊牧民族、中世にはモンゴル人やタタール人等による支配を経験している。その後、ロシアが領土を中央アジアからシベリア、 極東方面へ大きく拡大し周辺の諸民族を征服する過程で、これらの民族と言語的、文化的に混交、同化していった経緯から、ロシア人は高カソイドを基調としながらも、東へ向かうにつれて、モンゴロイド人種の特徴を含む人々も見られ、人種的に相当なばらつきがあると言われている。スラブ人が多数派を占める国々の国旗には赤、青、 そして白色からなる配色による構成が見られる。この配色はハンスラブ色と呼ばれ、自由と革命の理想を象徴したものである。ハンスラブ色を国旗の衣装とする国々は、ロシア、チェコ、スロバキア、スロベニア、クロアチア、セルビアなどであり、南スラブ族のモンテネグロ人を主要民族とする、モンテネグロも2004年7月までハンスラブ色を基調とする国旗を使用していた。 また、同じ南スラブ族のブルガリア国旗についても、青色の配色が農業を表す緑色に置き換えられているが、ハンスラブ色に分類される。ポーランドとウクライナは他国とは異なり、かつてポーランド・リトアニア共和国として大国だった時代にコモンウェルスの軍旗として使用されていたくれない白旗を一貫して用いている。正式には国章の白足がつく。 ウクライナの国旗は、空とウクライナの大地を表したものとなっている。スラブ人は、ハプログループ R1A が高頻度である。ロシア人に59.4%、ポーランド人に55.9%などである。一方で、バルカン半島では、欧州最古層のハプログループ I が高い頻度で、見られる。また全域にわたって、ハプログループ R1 ビットが見られるほか、 ロシア北部では、ウラル語族に関連する、ハップログループ N もよく見られる。ウクライナ語、カシューブ語、スローニー、教会スラブ語、スロバキア語、スローベイニア、スロベニア語、スローオンニ、コーチソルブ語、スロージンジョ、デイチソルブ語、スロージャニー、チェコ語、スローボン、ブルガリア語、ベラルーシ語、クロアチア語、スラバニー、ボスニア語、スラバニー、ポーランド語、スワベアニア、 セルビア語、マケドニア語、ロシア語、スラブ語、エビーミハイルシュチュキン、スラブ人の誕生、そう、構造と第三次、象徴的なインドヨーロッパ語族の歴史のコレクション、SPB、ネスター、1997、S110 から147。伊藤一郎、歴史の起源二22ページ。 伊藤隆之、伊内俊夫、中井和夫、審判世界各国史20ポーランドウクライナバルト氏、山川出版社1998年、バリノフスキー王、ルトシエス、プシャニシュナーブ A、キバシルド T、チャーノソブ M、エベシバ、アイエトール、ツーソースオブザロシアンパトラリニールヘディテージインゼアー、エウラシアンコンテキスト、アム、ジェーハム、ジュネ、82、23650、ドイ、 十点一零一六、Ji、m 二千七点零九、零一九、PMC 二百二十五万三千九百七十六、プミド千八百十七万九千九百五、タンブッツ K、ルトシ S、キバシルド T、ヘルプ H、セルック P、ルグバリー・エルエトール、ザ、erm ・ウェスタム＆イースタン・ルーツ・オブ・ザ・サーミ、ザ・ストーリー・オブ・ジェネティック・ウトライアーズ・トール・ドバイ、マイテコンドリエル・ d n a y クローマ・ソムズ。 アム、ジェイハム、ジュネ、74、661、82、ドイ、10.1086、383,203、PMC1181,943、プミド1,5024,688、パリッチチエム、ロック LB、クラーリッツアイム、ルトシエス、ジャニシジェビック B、ルダン I、ターズイック R、チョロック I、クベシック A、ポップビッチ D、 C-Jockey A, Beiruli I, Dodevich D, Ifri Mufskael, Bojek DD, Stefanovich BD, Villamuz R, Ludan P, Hi, Resolution Phylogenetic Analysis of South Stern, ヨーロッパトレーシスメジャーエピソード s of Pato Arnel, ジーンフローアマングスロビッチポップやレシャンズモレキュラーバイオロジーエボリューション 22, 1964,75ドイ 10.1093、モールベブ、マシー185、プミド1594443、http コロンスラッシュスラッシュ、www.eupedia.com スラッシュヨーロッパスラッシュヨーロピアンは idna ハップラグループス、shtml ありがとうございます。